はい、どうもこんにちは、いちもです。はい、宇野くんです。今日はコメント返しやっていきます。はい、今日はコメント返しでいきます。はい、まあ、このコメント返しちょっと行く前になんですけれども、はいはい、YouTube の方で、はい、あのコメント欄あるじゃないですか。はい、でコメントをいただいてる方々、はい、実際にいちもさん返してます。最近ちょっとコメント見るようにしてねいろんなアンチコメントいただいてありがとうございます。はい、はい、全て返しております。私があのちなみに爆砲出てからすごいですね。はい、そうですね。まあどっちかというとアンチが増えたかな。はい。まあ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 。そう、でもあごめんなさい、ちょっと動画問題入る前に、はい、風邪ですか。花粉症今ピークです。イエーイ、やばいですね。もう立ってるとマシで、座ってると鼻が詰まっちゃって、はいはい、ちょっと見苦しいっていうか、あのちょっと聞き取れないかなと思うかもしれないですけど、テレポを見に入れますので、はい、ごめんなさい。はい、すいません、すいません、ちょっと聞き取りづらいかもしれないですけど、はい、でちょっとね、バックホーとかとテレビ終わった後なんで、はい、いろいろ弁解していこうかなと思ったんですけど、まあ、YouTube ならいくらで言っちゃっても、はい、でただそのテレビはテレビで、そのやっぱりシナリオというか、はい、どうやってそのテレビを、まあ、僕を落として上げるっていう感じで、まあ、バコンってそういう番組なんで、はいはいはい、でただ僕も、え、もう全然違うじゃんっていうところ正直あるんですよ。はいはいはい、でだけど、こんなこと言ってないよみたいな。はい、だけど、それはまあ、あの見てる視聴者さんは、まあ、それはあれ見たら、一番ってクズだなって思いますよ、それ。で、どうこう思うでしょ、それ。まあ、ちょっと思いましたね。そう、であれだけでそうなんですけど、まあ、実際その僕が言ったものに対しても、それが抜けてたりとか、はい、これ入れないとおかしくなっちゃうよっていうところがいっぱいあったんですけど、はい、まあ、そこはまあ TBS さんが、はい、やったので、まあ、僕は文句は言えませんけど、はい、まあ、もうちょいしてからそこ弁解のコメントをいろいろやっていこうかなと。はい、まあ、実際僕の生活はこうでしたよと、はい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 、っていうなんかコメントにも、その前の保険やった時の成績がどうなったとか、はいはいはい、いろいろあったんです。そういうのもまあ入れていこうかなと思うので、はい、ちょっと皆さんが忘れかけた頃に、ちょっと、内容を、はい、お伝えしていきますので、はい、そこもまたお楽しみに。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとまあ 2,3 個ぐらい、はい、はい、もう一番さんしっかり返してるんですけど、はい、2,3 個ぐらい改めてちょっと動画で発表します。はい、そうですね。で最近であったのが、テレビで、はい、ごめんなさい、最近あったのがどれにしましょうかね。なるべくアンチじゃない方がいいですよね。いや、アンチでもいいでしょ。僕はアンチの方が多いから絶対。いや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 、もうそれはちょっといやね、じゃあちょっといきますね。はい、はい、この動画とは関係ない質問させてください、はいはい、ファンが選手の方にサインしてもらうグッズと返信用の封筒と手紙を送付して、はいはい、まあ、サインしていただいたもの、はい、返信してもらうというものがありますが、はい、実際選手の方本人が書いてくださるのでしょうか。はい、また一場さんはそういった手紙をもらったことがあると思いますが、はい、一場さんや他の選手の方々は正直面倒くさいと思ってらっしゃるのでしょうかという、はい、質問なんですけども、はい、実際これ現役の頃どうだったんですか。結構ですね、球団の職員、ホテルに行くと、はい、ホテルのテーブルの上に手紙が置いてあるんですよ。はい、もしくは、球場に、ロッカールームに戻ると、はい、球団の署から手紙来てるよっていうふうに持ってこられたり、はい、また自分のロッカーにあったりとかっていう感じなので、で僕その前職じゃないや、前職もそうですけど、その前もあったのかな。茨城でやってる時も、手紙の中にサイン書いてくださいとか、はい、っていう手紙もあったりとかありましたね、結構。でもあれなんですか、その時心境はどうなんですか。いや、全然僕書いて返しましたよ。そう、普通にあの、サインカードとか、はい、入ったりとか。あのちょっと個人的に聞きたいんですけど、はいはい、あのなんかこうサインしてくださいって言って、なんかこう書くものをもらうじゃないですか、はいはい、その時に一番、これも書くのっていうものってありました。一番印象に残ってるもの、抵抗があったのは携帯。あ、携帯。あのカバーだったらまだしも、はい、カバーじゃない、そのまま直書く、そう、直でいいんで書いてくださいっていう。やばいっすよ、まあ、多分マジックでも消えると思うんですけど、はい、ちょっと抵抗があったり、はい、あとはそのどこだっけな、なんか飲食店かなんかいるときに、
これ現役の時の話ですよ、はいはいはい、なんかサイン書いてくださいって言って、はい、その場に絶対色紙ないじゃないですか、はい、お店に聞いたら色紙ありますかって言ったら、いや、そのファンの人がね、はい、色紙ありますかって言ったら、いや色紙には置いてませんよって言って、もう置いてないですよ、そしたらこれに書いてくださいって言って、あのお手拭きのお手拭きのシート、はい、それやばいっす、それで終わった、さすがにもうちょっとそれはすいませんって言って、あ、無理ですね、濡れてるからかけない、かけない、かけない、だからノートに紙に書いた、はあ、なるほど、なんかそういう心境だったってことですね。でも逆にありがたいですよ、本当にお笑いをいただいて、はい、ただその、結構その選手の中で話したのが、はい、球場とかあのホテルにいる、前回の動画で言いましたけど、はい、待ってるファンの人と思って、はい、必ず結構決まった人が多いんですよ、はい、私ね、で、僕聞いた話は、ですね、球場の周りにいるファンがサイン書いてくださいって必ず同じような人が来て、はい、あと子供をよく使うんですね、親が子供に書いて、子供だったら絶対書いてくれるから、はい、で子供に書いてもらって、はい、それを親に渡すんですけど、それ見た人がいて横流ししてる人がいるんですよ。あー、それやばいですね、先輩みたいな、はい、で交換してるみたいな感じ で、はい、でそれを見て選手はやっぱり、その結構いるんです、聞くんですけど、はい、やっぱ横流ししたり転売したりネットで売ったりとかしてる人もいるんですよ、中には。はい、でそれ見ちゃうとやっぱりちょっと抵抗があるなっていう感じがしますよね。子供を使って、はい、親が、サインもらいに行かして、はい、まあ、同じサインカードを何枚もですよ、うん、そう、それをね、こうはいはいはいみたいな転売しちゃうんですね。だから多分交換してる、それはちょっと現場とかそういうマナーをしっかりと見たことなんで、それはちょっとまあ、ショックだったなって思いますね。あ、直に見ちゃったんですか。見た見た。いや、それはちょっときついですね、はい、うんっていうのもある、ね、経験上ね、はい、あ、なるほど、はい、ちょっとそこはしっかりマナーはってください、はい、ということで、はい、じゃあ次の質問いきます、はい、まあ、ちょっとそんなにあのみんなしっかり返しちゃってるんで、はい、石田さん、あの、一つちょっと石田さんのなりすましだって言ってる人いるんですけど、はいはい、ガチで実際返してます、はい、はい、なのでコメントを返してもらってる方、これ本当に石田さんです、はい、はい、ヤクルトファンでした、はい、大変失礼かもしれませんがぜひ聞きたいことがあります、はい、大学での活躍からプロ野球でも間違いなく活躍すると思っていましたが、はい、伸び悩んだと思います、はい、これは他の選手にも当てはまることだと思います、はい、なぜ大学であれほどの活躍をしていた市場選手が成績を残せなかったのか、はい、怪我なのか練習の仕方なのか、はい、それとも大変失礼な質問すみません教えていただきたいです、はい、ということです。それね、コメント返しちゃってるからね、はいきっちり返してるんですよね、市場さん。しかもだけど、やっぱ一番のそのあれはあれかな、やっぱ精神的な部分ですかね。はい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 、そのプロに、行く前、何もへ、まあ、どの選手でもそうですけど、はい、何も弊害がなくそのまま行ける選手と、はい、ちょっと自分に問題があるというか、はい、なんかちょっと問題を起こしていくっていう感じだと、やっぱり見方も違いますし、見られ方もね、はい、やり方も違うし、自分の中でもちょっとやっぱり精神的に追い込まれている部分があるん で、はい、でそれで、ね、逆に成績を残さなくちゃっていうふうになるとちょっと悪循環っていう感じがあったり、あと、まあ、僕の前だとその半年間練習できてなくて、はい、フォームを丸っきし忘れてしまったとかいうものも、まあ、それは言い訳になってしまうんですけど、はい、結構そういうの影響大きいですよ、やっぱり。ああ、やっぱそうなんですね。そう、だからそういうのもね、よくいろんな人に言われますけど、そのままプロに行けたら、はい、まだ現役でやってたかもしれないねと、まあ、結果論で言われますけど、まあ、そこは正直分かりません、はいはい、まあそうですよね。ですけど、まあ、何も弊害なくいけた方がやっぱ気持ちよくプレーはできるんで、はいはい、やっぱ、まあ、こういう経験というのは一番さんしかできなかったことだと思うので、まあ、当時も今も含めて僕だけじゃなんで、ある意味、まあ、本当に子供たちに、はい、まあ、野球の指導以外でもこういったことも教えていただけたらなっていうのは。そうですね、逆にそのよくそなんで指導者できるのかって言われますけど、はい、逆にこういう経験があるからこそいい時も悪い時も知ってるんで、はい、いろんなことを教えられるんじゃないかなと思いますね、はい、だからその成功した時も、失敗したことも踏まえて、小さいうちから学んでほしいなっていうのがあるんで、はい、そこはこうで指導できるんじゃないかなと他の人よりはね、はい、思いますけどね、はいはい、ぜひちょっとまあ夢を与えることにまあまあ
立ち位置は変わりますけど、そうですね、はい、はい、頑張ってください。一応もうすみません、コメントもうこれぐらいしかないです。はい、はい、全部返しちゃってる。あとは逆にコメント返さないで逆にコメント返した方がいいのかな。はいちょっとドークのために残しておいてください。はい、はい、鼻が詰まりすぎて苦しいんでこの辺にしましょう。はい、かしこまりましたではまた次回、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではまた、お疲れ様でした。はい、はい。